するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MJ の頓風戦プレイします。今シーズン最後の頓風戦ということで、大切に打っていきたいんですけど、できればトップピンクいっぱい回したいと思います。それでは行きましょう。よろしくお願いします。トーン1曲、ドラはローソ、プレイヤーはシャーチャです。何着かな。ドラはローソ、プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ウージャンテンウージャンテンだよ。ウージャンテン、フォクシーは見ません。ここはドラを持ってきた。ムージャンテンか。123の3色うっすら見えるんですけど、これはだいたい崩れるので、できればもうすぐにでもイーソー聞いたい。本当はここはドラを持ってきた。あー、これでも消しちゃいますね。リャンピン頭になって、この範囲にピンフ系の手の赤ドラ泣きもしないので、今泣き消しちゃいました。重苦しい場になっています。ヨンシャンテンですよ。まだ結構苦しいね。で、ハクとかもね、もういらないんで切っちゃいます。カンなの？シンドラは、カンなのか。マジか。ちょっと待って、じゃあ泣きやりにちょっとしとこうかな。もしパーピン泣けたりするとね、次のスーワンとかも泣きたいんですよ。もう我慢。ヒナタ、手が進んだ。スーワンが薄い。パーツがない。お、トーン。ちょっと待ってね。スーワンが4枚見え。役ですか。イメージだと、どっちかに染めてるかもしれないね。ピンズが高い。だからこういうの危ない。ね。ね。言ったしよ。危ないけどね。間に合わなかったですね。はい、5800点の宝珠。よかった、Q1 が統一で。あれ、本一だったら高いですよ。トン1曲、一本場。さあ、まずはね、宝珠スタートになったんで、現在のトップは取り戻さなきゃいけないんですけど、今回は4シャンテン。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。G、神茶、いなり仕掛けていった。すごいアグレッシブね。一歩前進。ハンリャンピンから仕掛けたくなるような手で、特配があるか、ペイがあるかですかね。だからトンとかも、様子も見たいんで早めに切っちゃいましょうか。はい、どうぞ。あ、親やん。ヤンハン確定しちゃったよ。これは良くないことをしたかもしれません。これかな？違うか。今ね、4統一で、ペイがね、ないんですけど、動いてもいける形で悪くはないんですよね。あー、統一手に決めようかな。ヒナタ、ヤンピン行こうか。ヤンピン3枚に。ヒナタ、ここはし、ここでも仕掛けない。ちょっとね、チー統一なんですけど、C1 がね、スッチー1がもう4枚見えで、瞬つの移りはちょっともう厳しいかな。これ、すそ打ちまーす。トイメン、ここでポン。3色。はぁ、あ、これで。何か正解なんですかね、これ。そう、各茶相手の出方を伺っているのか。ローワンローワンはそうで、ちょっとそうかな、染め手じゃないっぽいんだよな。場に緊張感が漂っています。うん、ポンしますポンして、天敗。この今回スーワンが2枚とチーワンが全部見えてて、ウーワンローワン
シャンポンでね、並びシャンポンなんですけど、あ、怖い。あ、怖い。この間が怖い。ポンだって。トイトイ。チーピン、最後手出しがチーピン、なんかワンズ悪くないかなと思って上がれた。ちょっとね、打点が安くなっちゃったんですけど、親もね、大きな手みたいなので、よかったっちゃよかったのかな。2000点。はい。さあ、そしてトン2曲、ドラは3蔵、プレイヤーはなんちゃです。ひなた、全曲は上がりを決めています。ふーちゃん点多くない？あ、これで 4だね。あー、待って、三層ドラか。でも染めたいんでね、今回ピンズに来ていきますよ。あ、ちょっとトイメンさんが CPU になっちゃった。どうしたん？移動しちゃったんかな。場は膠着状態。点差は9300点差。ローピンはね、泣かないです。あー、これは泣きたい。本ですね。いきなり仕掛けていった。各本一、赤だったり、もういい、こういうのね、来れば、満貫になる手なんですよ、これ。だから、嬉しいんですよね。あー、ペイも統一。こうしようか、もう。あっという間にイシャン点。何がなければ、満貫は確定。場を制する人物は一体誰なのか。ニャンピンも泣きますよ。おっと、合わせて動き出した。二泣きなんじゃない。これね、悩ましくて、ローピンが1枚切れなので、ローピンを切って、ニャンピンが場に2枚切って、いいピンも悪くない。赤、これはね、最後ね、シャンポンで受けます。で、見えてる方、しもちゃ、捨て牌に中ちゃんぱいが並んでいます。2003枚目。ちょっと初泣いてるしもちゃさんがね、もうね、あー、手出し3枚。はー、ここも我慢。ちょっとわかんないね。もう張ってる。あ、ローピン、あのローピン。これは思わぬ失点。泣かずに3ワン引きでテンパイしたんだ。くっついたのかな。1000点横移動。上がりきれませんでしたが、ローピン、なんかね、危なかったね。一歩ずれれば。ドラマ数層、2人まであった。プレイヤーは親です。さあ、親が来た。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。悪いですね。地道に打つか、思い切って思うと狙うか。それでは、ね、対局の模様に注目してみましょう。手が悪い。点差はそんなに離れてないんですけど、このハイパイはね、良くないですね。ちょっと3色とかやめますね。見ません。これで一歩前進。ピンズ並べてるね。さあ、この範囲に箱はスルー。スカーソーズ欲しいかな。箱切ります。波が来てる。おっと、合わせて動き出した。本もね、打っちゃいます。今回完全にね、私の方が遅そう。ヤンシャン点なんですけど、ちょっとか、ヤンシャン点なんですが、ちょっとね、弱いんですよ、今回形が。テンチャン2つと両面で、神茶、早くも2風呂目で、これで、次の数層はね、泣きますね。もし出てくるのがあれば。あの時投げなかったんでね。持ってなかったから。どのように打ち回していくのか。で、ピンズの方を切っていきたい。もうすでに、こっち切っちゃいますね。3ピン2枚切れて。各茶、3層もね、泣こうかなって思ってます。疲れた。しもちゃ、捨て牌に中ちゃんぱいが並んでいる。ひなた、ここはここでも仕掛けない。トイメン、ソーズを連打。あー、もう、どうしよう。いやー、難しいね。チャーにしようかな。いいシャンテン。いや、今ね、普通に、あー、待って、泣けないし、泣かないんだけど。
これね、今ね、泣き虫泣き入るようになった。このまま静かに場が進行していくのか。ボスが多分良かったんだと思うんだよな。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。これはもうリーチ打っちゃいましょうか。考えててもね、もうこれ街変わんないんで、数層引いて換算層になるかなぐらい。出た、これはすごい、ありがたい。これは痛い。いやー、上がれたな。日向、裏ドロ次第では逆転がありますよ。乗った、わあ、すごい。なんか自分でもびっくりしてる今。結構ギリギリで厳しいかなってところだったんで。三層まだいたんだね。トン三曲、一本場、ドラはローピン、プレイヤーは親です。いや、トップに立ちましたよ。日向、全曲は大きい上がりを決めています。これでトップ目に立ちましたね。トイメンさんの CPU が返ってこない。できるのでしょうか。ローピン。ついたね、チューンかトンか、リャンワン行こうかな。日向乗っている。リャンソーでもいいんですけど、伸びた時にちょっとこういうのね、これ嬉しいんでね、チューンかな。日向波が来ている。でトンね、重なればダブトンなんですけど、切っちゃおうかな。イメージとしてチーピンとかはね、もう泣きたいんですよね。場が重い空気に包まれています。さあ、この牌はどうする？いやー、泣きます。ここで仕掛けていく。タンヤを赤ドラで、もしもう一個赤来た時とかね、満貫になるんですよね。場を制する人物は一体誰なのか。おっと、合わせて動き出した。神ちゃん、すげー真面目にやってるよね今。いやー、今のでいいシャンテン。あ、テンパイ。日向テンパイ。神茶、ここでチー。これはこうやるとね、言いそうがダメなんで、このままいきます。役割が良くて、あー、積まれた。大きい。これは見事な積も上がりでした。タイヤを見事な上がりです。赤ドラ日向、勢いが止まらない。ドラドラ、トン三曲、日本馬、さあ、親の続行、日本馬。どうだ？日向、ああ、サンシャンテン。サンシャンテン来た。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ドラにね、くっつけたいですよね。ファーソー。で、役牌も泣く気ないんで、切っちゃいます。あ、くっついたけど、なんかな。まあ、いいか。日向、結構ね、点差はつき始めたかな。さあ、この範囲、ここも我慢。ちょっと待ってね。トーンは残して、ここは一歩後退。ちょっと遅くなるけど、ワンズのペンちゃんを払います。一応リードがねあるんで、日向、これで一歩前進。もうこの手はいいかな。重苦しい場になっています。日差しがある。あっという間にインシャンテン。日差しがあると思ったらちゃんと打てなくなっちゃった。3層がしかもいいんですよ。なんか数層全部私から見えてて、ここで仕掛けていく、悪くないんですよね。で、パーソーがもし直で引けてドラドラってなると、急層打って場に緊張感が漂っています。手は取りたい。これは先ほど切った牌。三ピンいらないんで切っちゃいますね。でもあとね、問題は初を泣いてる方の打点なんですよね。わかんないんですよね、よくね。あ、これは急走打ってタンヤオの行こう。各茶どのように打ち回していくのか。欲張りスタイル。ドラ短期に向けてみたいな。もしくは他のところで雀刀ができてくれてもまあいいでしょうみたいな。
ドラだけはね、切る気ないんで。あ、3番も取って。テンパイするかな？ 2 ピンも通った。赤嘘？さあ、持ってきた。そう？ちょっと3色崩れちゃうんですけど。残り角が少ないのでリーチはしませんでした。あー、サブローピンだとね、これ切ってるんでね、私3ピンをね。このまま静かに場が進行していくのか。あー、積もった。来ました、積もこれはラッキー。見事な積も上がりでした。見事な上がりです。ひなた、すごい。誰も止められない。ダイヤを相手ドラ。いやいやいや、これはね、できすぎ。ラッキーすぎる。5万点超え。トン3曲、3ボンバ、ドラは G1、プレイヤーは親です。いやー、親の連チャンできてますね。全曲は大きい。ちょっとこれは欲張りに行きます。いやー、これは勢いが止まらない。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。あ、まあ、止まってますね。悩んでる。すごい悩んでる。通信が途切れちゃったのか。大丈夫か。パンワン、あ、やっぱ、ね、二人 CPU になっちゃった。ひなたのせいかな。なんか。え、電車乗っちゃったのかな、みんな。この範囲に半歩壊す。泣かないで。ここはドラを持ってきた。けど、こうやろうか。高くいきますか、もう結構圧倒的な戦差ついてきたんで。神茶、捨て牌に中ちゃんぱいが並んでいます。よしよっか。ひなた、これでリャンシャン点です。神茶、ドラが被ってしまった。ひなた、あっという間にイシャンテン。 C1 がね、いらないんですけど、一応ローワン引いたらソーズを払っていこうかなと思ってましたが、ハネマンテンパイ。高めハネマンがさ、こんなに簡単にテンパイしてるのがさ、もうちょっとずるいよね、私。あーっと、ここで仕掛けていく。もうね、2人ね、つもぎりなんでね、これリーチ打っても打たなくても、はい、これは強烈な上がりだ。いやー、圧勝でしたね。はあ、ということで最後ね、闇で闇点でハネマン張りましたからね、大きいトップになりました。ということで最後は私がトップ、ハネマンが出たから一個多くできるんじゃない ?7 回?親の漫画2回と、最後親の羽漫画1回だったんで、プラスは羽漫の1回ということですね。いや、今の最後ほんとついてたな、もう。ただついてただけでしたね。さあ、ということで、最後は7回?いけるの?残りの、出てない玉が、18個。欲しい、はい、え、欲しい、はいって言っちゃった。欲しい数字が2と60。これは行きたいね。ほんと行きたいね。よし、行きます。ちょっと待って、お祈り。さあ、ただきますから、ちょっと待って、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、はい。ということで、1個ずつ確認していきましょう。2と60が欲しい。1個目、57。はい、いらない。次。15、いらない。次、ちょっと待ってね、カチャカチャするよ。よいしょ。あ、出た。55、いらない。52、うん、違う。よいしょ。次、33、あるわけない。そして次、60、来た。60ってことはあと1個でビンゴ。全ビンゴじゃん。最後の1個いくよ。2、11、惜しい惜しい。
に入ってる？本当に入って、あ、入ってる！ということで、1個60が開いて、こんなにビンゴになりました。え、何列ビンゴなんこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10ビンゴ。これで皆さんに素敵なプレゼントがいくと思います。さあ、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。最後は大きなトップということで今シーズン終えました。次のね、MJ もまた始まると思います。ぜひお楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では、さようなら。バイバーイ。